はい、今日はですね、ちょっとあまりにもひどい格好とひどい頭なので、ちょっと画面は暗いままでお送りしたいと思うのですが、今日お話したいことは、皆さんね、今リモートワークだとか、いろんなことで自宅で仕事をするだとか、確実勤務だとか、いろいろそんな会社によって自粛、学校は休校になったりですとか、そういうことになってると思うんですが、僕今、このタイミングでね、なんですけども、アルバイトしてまして、バイトに行くわけですけども、出生は8割減って言ってるじゃないですか、外出者だっけ、なんかを。なんですけど、実際に、じゃ現場の声として、僕は一応現場に立ってるものとして言うと、全然そんなことはないんですね。確かに減ってはいるんですけども、特に、平日の昼間なんで、働いてる、20代、30代、40代、50代ぐらいの人は、働いてるだろうから、あんまり見えないんですけども。でもたまにですね、リモートワークになってる人とかが、本当は自宅で謹慎してなきゃいけないんですけど、家族で出てきて、自転車を買いに来るんですよね。あと、お年寄りが点検してくださいって言うと、めちゃくちゃいっぱい来るんですよね。なんでこのタイミングで、自転車で出歩いの外で走ってて、なんで点検しにお店に来るんって。確かにお店は開いてるから、どうにもならない場合、お店に来てくれてもいいんですけど、いや、それ不要不急じゃないのって。絶対、不要不急じゃないね、なんだっけ。不要不急な外出は控えるわけだから、だから何？今やんなくてもいいことなわけだし、なんでそれ今来るって、死にたいのって。お店もなんかその、こっちからは接客しませんよって、こっちから、そっちから言ってくれれば行くけど、こっちから絶対行きませんよって書いてあるくらい、もうそこら中にいっぱい書いてあるから、もうこれでもかってぐらい、もう何ですか、その、相手、かからないように対策してますみたいな感じで、もう気をつけてくださいねみたいな張り紙だってあんのに、それにも来るんですよ、お年寄りって。本当頭おかしいと思いません、ね、皆さん。この視聴者でお年寄りいないと思うんで、ボロカスに言うんですけど、もしいたらコメント欄で、そんなことないみたいな言ってくれて構わないですけど、確実に死にたいのであれば、てかお年寄りって、自分が死ぬのもそうだし、人に移す確率も高いらしいんですよね。だから、例えば孫がいるおじいちゃんとかが、孫と一緒に自転車を買いに来ることもあるんですけど、そういう場合、お前、孫を殺すかもしれないよっていうことだけは忘れないでいてくださいね。そういう、ね、そういう人、おじいちゃんが周りに、身近にいるような人でしたら、そういうのもちょっと呼びかけていただければいいかなというふうに、今日はそういう動画にしたいと思います。最後、ご視聴ありがとうございました。さよなら。